ちゃん、この間も頭皮マッサージをちゃんとしてもらって。その柔らかさじゃないんよ。大丈夫です。柔らかいです。ではね、この続きは愛媛県松山市が誇る正岡式記念館で話そうね。五七五で話そうね。みさとも楽しみじゃろ、今の気持ちを頭柔らかくなったところで五七五で言わんかい。頭がね、硬くなるのは嫌だよね。ダメじゃねえ。硬いですね。じゃあ、もう一回いきます。みかんネーム、のりひろさん、神奈川県にお住まいの方からいただきました。ありがとうございます。笑ったメールです。うん、先日放送した、ナナとミズナの千葉隠しを聞いた後、スーパーでこれを発見して思わず買ってしまいました。さすがに実物は送れませんでしたので写真を送ります。一言で言うと、ともくん何やってんすかって感じですよね。まさかご本人じゃないですよね。これは衝撃的なんよ。作ってらっしゃるんですか。作っとらんよ。こんなん聞いたことないわ。でも、もしかしたら、チームみずきに内緒でなんかしとるかもしれんね、これは。これ、茨城県産の、水菜の袋にね、作ってる人の名前が貼ってあるんじゃないですか、たまに。そうですね。それが、大平つともさん。これはすごいわ。意外な副業とかじゃないんですか。ということは、大平さんは、茨城県に土地を持っとるいうことなので、これはすごい。たまに行って、たまに行って、様子見て。音楽やって。音楽やって。たまに行って。二毛作みたいです。シーズンじゃない時に、音楽シーズンじゃない時って、あんまりないんじゃけど、ツアーじゃない時は向こうで曲作りしとるとか、ね。して、水菜を作りつつね。そう。いいじゃないですか、それ。ちょっとこれ、奈々ちゃんに大平さん聞いとくように言っとくわ。ちょっとこの写真持って帰ってくださいよ。これ持って帰るわ。ね、これ貴重じゃわ。面白いですよね。貴重な情報ありがとうね。まあじゃあね、その続きは、イオンモール新居浜で話そうね。あそこは広いけん何でもあるよ。今週いっぱいは映画スマイルプリキュア、絵本の中はみんなチグハグ公開記念クイズギャラリーもあるけんね。これやりに行かないか。いさと、行こう。ありがとうございます。